はい、どうも皆さんこんばんは。ということで3月の3日水曜日の成長日記クロニクルをやっていこうかなと思うんですけども、果たして今日は一体誰が出てくるのかということで、こちらこの子一体どの子か分かりますかね。きなこかもちこかもしくはオッティか、さあ一体誰でしょうということで今日はちょっとクイズにしようかなと思います。明日の成長日記で、答えを発表しようかなということでやっていこうと思うんですけども、今日はですね生後50日の区切りとして体重測定をやっていこうかなと思います。さあまずはきなこですね、キンクマハムスターのこの子女の子なんですけど、メスの平均体重がですねだいたい 95g から150g までと言われています。大人がですね。で、まあこの子は生後50日なので、まあ、大人になるのに、そうですねあと10日ぐらいあるんですけど、今の体重現時点で 90g ですね。まあすごくいい体重なんじゃないかなと思います。まあ、今後多分もう一回りぐらい大きくなると思うので、そうなった時にまあ体重が 100g を超えてくるのかなっていう感じですかね。さあ続いてもちこですね。もちこもちこもちもっちこすいません結構ね夜中なんですよ。はい、ということで、こちらのもちこの体重が98から9ぐらいかな、そうですね8から9ぐらいの体重ということで、もちこはもう大人のハムスターの、平均体重に、まあ、ちょっと入りかけてきてるっていう感じですね。さあオッティ、オッティは男の子なんですけど、男の子の場合は、キングマハムスターの男の子の平均体重がねいくつだったっけな、85から130とかだったと思うんですよ。うん、結構一回り小さいんですよね。でオッティの体重が今見てみると 90g ということで、かなりいい体重なんじゃないかなと思います。うんねいいねいい感じの体重ですね。うん、みんな結構まあ割とベスト体重なんじゃないかなと思います。ご飯ね最近ちょっと多く上げすぎちゃってるかななんて思いつつ、まあでも体重的にはまあそんなにいってないので、まあ良かったなと思いますね。この子がきなこですね。そしてこれがオッティ、オッティが先に出てるかな。うん、いやかわいいえって顔してるんで体重測った後なんですけどね、ちょっとサムネ逆になっちゃってるかもしれないさあそして最後が、もちこもっちこもちもっちこですね。かわいいわ。もちこはちょっと体重ちょっと気をつけなきゃいけないかもしれないですね。うん、はい、ということで、50日目現時点での3人の体重がこんな感じになりました。もしよかったら明日の成長クロニクルでまたお会いしましょう。ではまた、ご視聴ありがとうございました。